どうも、宅の岩竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はみんな大好き、ピートおじさん、アイビッグピートです。今日はね、12年を飲もうと思うんですけど、12年はね、もちろん飲んだことはあるんですけど、美味しかったなという思い出なんですけどね。で、ボトルを買ったのは初めてですね。といっても、買ったのもだいぶ前なんですけど、まだ開けないで、まだ置いてはおりました。で、せっかくの12年なんで、レギュラー品ですね、こっち。こっちのレギュラー品と、飲み比べって形でちょっとやってみようかなと思います。12年もレギュラー品と同じく、46度、700ミリ。ノンチルフィルタードノンカラーですね。言うまでもなくダグラスレイン社の、ボトラーズですけどね、看板商品ということで、いろいろね、僕が言うまでもないボトルでございます。で、やっぱりビッグピートといえば、幻の今は亡きポートエレン蒸留所の原酒が若干でしょうけどね入っているということで、非常に有名ですよね。で、やっぱりこのラベルというかボトルの絵が何しろ印象的、そういうボトルになっております。で、12年とね、通常版とどう違うか、通常版は今ね、そうですね、4000円台の半ばが最安ぐらいじゃないですかね。だいぶ5000円切っては、普通にネットでも買えるようになってます。で、12円はネットでは今ね7000円ぐらいですね。ちょうど7000円切るか切らないかっていうぐらいで、売られてます。だから2500円ぐらいの差で、通常版は一応こちら12年以上の原酒でしょ。で、通常版はですね、5年から10年とは言われております。もちろんね、アドレックか、あれは16年以上のものを使ってると公言してますので、アドレックだけはその年数はね、経ってますけどね。ここにも書いてあります。アドレック、カリラ、ボンワ、そしてポートエレンという蒸留所のがブレンドされている、こちらがビッグピート通常版でございます。ビッグピートはね、やっぱりこの箱は捨てられないですね。箱に入ってる分に関しては、箱がついてないものもねあるんで、はい、こちらが12円でございます。絵はね、こっちの通常版がこの丸い、中に描かれているという感じになってますね。はい、ではでは、まずはストレートをね注いでいって、味を比較してみたいと思います。アギラ好きは必ず飲まなくてはいけないと言っときましょう。ビッグビートですね。飲まなくてはいけないというか、アギラ好きなら間違いなく飲みますよね。はい、12円です。はい、では12年と通常版、香りからいきましょう。ピートスモーク、すごいですね。で、やっぱりビッグミートはやっぱ奥にあのちょっとした柑橘系とかバニラ感があるのが特徴だと思います。はい、12年、アタックが全然違いますね。強烈なピートスモークの通常版に対して、めちゃめちゃ落ち着いたピート感です。スモーク感がほぼないと言ってもいいぐらい、これを通常版を嗅いだ後だとですよ、単体で香ると多分結構なスモーキー感だと思うんですけど、
こうやって嗅ぎ比べるとスモーク感がない、ね、落ち着いた感じの香りです、はい、いい香りです、はい、では通常版からいただきます。素晴らしい。まあ一言で言うならこれぞアイラというのを体現している味ですよね。あのアイラのピート感スモーク感っていうのがやっぱり海藻から来る溶度感と塩っ気、まあそしてそこから来るこう煙ったさで、ビッグピートの場合そこに割とそのバーベキュー的な海辺のバーベキューっていう感じですよね、っていう感じの、スモーキー感ピート感が味わえるんですけど、まあそこの強烈な感じですね。やっぱりあのレギュラー品がねコスパは一番いいですよね。4000円台で買えてこのアイラ感が味わえるっていうのは、はい、飲み比べなんでしっかりね水で口をすすいでいきます。12年、全く違いますね。スモーク感が本当に相当もう抑えられます。やっぱり12年以上の熟成の樽しか使ってないっていうことで、やっぱり熟成が進んでその分荒々しいピート、荒々しいスモーキー感っていうのがかなり消えてます。その代わりに表立って出てきてるのがもう完全にあれですね、シトラスミント系というか柑橘系の甘さ、そしてやっぱバニラ感の甘さ、ウッディーな甘さですねっていうのが、しっかりとしたピート感とともに上がってきます。でスモーク感がだいぶ薄れてますね、通常版より。ただし飲むとベースがやっぱりこのピート感はアイラだなっていう溶度感と、バーベキュー感、これね溶度感よりも乾いたバーベキュー感の方が強いかもしれないですね。12年かもしれないというかそういった味わいですね。でもね何口か飲むうちにアイラっぽさが口の中に残っていきますね、だんだん。で残った後味がやっぱりアイラだっていう、強烈さは、強烈さとね、なんか刺激的な味だからスパイシー感とかいうのは通常版のがあります。全然ただこなれた優しい味わいになったビッグピートですね、12年。はい、ちょっと加水をしてみましょう。通常版から加水をすると通常版なんか少しオレンジっぽい香りが表に立って、加水でやっぱ伸びますね通常版は。でもどこまで行ってもやっぱ強烈は強烈です、通常版はね。12年の香りがやっぱ優しいんですよね。舌に残る刺激もあまり通常版ほどないですし、しっかりとしたフルーティー的な甘みとウッディーな甘みが来た後にピート感で落ち着いてるスモーク感、乾いた感じのスモーク感ですね、どっちかといえば。あんまりね溶度香がバリバリ効いたこの海藻のピート感っていうのではないですね、結構落ち着いてます。はい、ね、まあそういう違いがあるなっていうのが分かったところで、あとは今日は12年をロックとハイボールしてみます。
はい、ではまずロックからです。なかなか丸氷の技法が、できちゃうんですけど、まあ一応透明は透明にはなってるんですけどね、丸氷もね、まあ課題が多くて、視聴者の方からもいろいろアドバイスを今いただいてますので、いろいろね、作る前に水の段階で試行錯誤して今やっております。あとその作り方というか水の入れ方というか、そういったところですね、はい。完璧なのがまだまだできてはないですけど、以前に比べるとしっかりした丸氷が透明なのができるようにはなってきました。はい、見た目ですもんね、味わいが変わるわけじゃないんですけど、でもね、見た目もね、やっぱり、お酒の場合、見た目重要ですよね。例えば正直このビッグビートは割と色薄めなんですよね。アイラ系って結構薄めの色が多いんですけど、先日やったような、まあ、例えばザ・グレンリベットの18年とか、つい最近やったばかりですけど、あの辺のロックで継いだ時の色なんかも見てるだけでなんか美味しいですもんね。でいうような色とかも見た目も大事なので、そういった意味合いで丸氷大事です、透明氷大事です。本当ね、皆さんからいろんな意見いただいて、やっとここまでたどり着いた段階なんで、あとはね、気泡をどうやって消すかっていうのを今試行錯誤中でございます。はい、ではビッグビート12年オンザロックでいただきます。美味しい、まろやかなビッグビートです。まろやかですね、角が取れたビッグビートって感じがします。後味でほんのり上がってくるこのビター感も、ビターさがね、そんな強く出ないのもいいですね。なんかどっちかといえばですね、甘みがしっかり勝っているビッグピート、12年ですね。ロックになると余計なんかそんな感じがわかります。まあまあ、アイラン系のビートがちょっと相当苦手っていう方にとってはきついんでしょうけど、僕なんかもアイラ大好き派なんで、そういった人にとってはロックで感じるこのピート感は逆に物足りなく感じる人がいるんじゃないかと思うぐらい落ち着いてます。でも味わいがね、奥にある、まあ、柑橘系というか、そういった感じとか、やっぱほんのり香るミント感とか、いうのがしっかり効いていて、でベースがアイラがあるというピート感ですね。スモーク感は正直ロックではあんまりほぼ感じないといったら言い過ぎでしょうか。バストレートの時からスモーク感よりもなんか海藻を炊いた、こっちの通常版が海藻を炊いたスモーク感じゃないですか。じゃあね、なんか土煙ですよね。乾いたピート感、そういったのをロックでも感じます。はい、美味しいです。ではハイボールします。はい、ではビッグピートの12年ハイボールにしてみました。いただきます。美味しいです。アイラ、やっぱビッグビートの通常版は正直やっぱり結構なピート感、刺激感なんで、まあ飲み疲れをする、悪く言えばですよ、飲み疲れをするというか、ずっと、まあね、ずっと飲んでる人もいますからね一概には言いませんけど、まあ僕なんかだとやっぱりね、
これだけのピートが効いたウイスキーを、うん、一晩中飲むのはちょっと辛いかなっていうのは僕は正直あります。大好きなんですけどね、やっぱり途中で少しライトなものに変えたりとか、ノンピートを混ぜながら、もう長時間飲むならですよ。まあめったにやつな長時間飲まないですけど、まあ、晩酌ならもうこれでいいんですけどね。で、まあ飲み疲れをしない間ですね、やっぱりこう熟成が長い間となると、やっぱりそういったところあると思います。ああ僕はねラガムーリンですよ、16年、あれやっぱボディがしっかりしていて、あそこまでね長熟だと確かにピートも相当効いてるし、刺激的ではあるんですけど、ラガムーリンの16年はまあ飲み疲れはしないですね。あれはもう飲んでいられますね。やっぱりねアイラも各種ありますけど、やっぱり熟成がしっかりしているものとか、ピートがしっかり効いてるけどピートスモーク刺激だけじゃない、アイラの本質というか、まあ、裏に ひっそりと、意外とあるのが、あの、柑橘感とかですね。フルーティー感も。といったところをしっかり味わえるものになると、飲み疲れはしないですね。その部類に入る一本だと思います、12年。このハイボールも、程よいピート感で、でもねさすがに炭酸が入るとスモーキー感は通常で飲むよりは上がってきます。奥からふわーっとくるんですよね、スモーク感が。でもあのすごい落ち着いてるんで、さすが12年熟成だなっていう、食事に合う、ハイボールの1本に入れてもいいかなと思いますね。まあでもこのピート感は12年の場合はやっぱり肉向けかな。あっさりした料理とはどうだろう、意外と合うかな。まあまあ、 あのバーベキューなんかね、こっちの通常版なんかすごいハイボールでグミグミいけるんで、12年もねなかなかそういったものにも合うと思います。落ち着いた感じで飲みやすく、そして、甘さもあって、非常にやっぱりさすが12年だなっていうビッグビートでした。ということで今日はビッグビートの12年、みんな大好きビートおじさんを飲んでみましたけど、皆さんもね、まあまあボトルで買うともビッグビートはねバーに行けば飲めると思います。レギュラー品と12年は大体置いてるんじゃないんですかね。なのでまあね、飲み比べしてみてもいいですし、ちょっとそのがっつりしたアイラじゃなくて落ち着いたアイラを飲みたいなっていう時の選択肢の一本にしてもいいんじゃないかと思います。お値段的にもね、12年で、まあまあもちろんもっと安いアイラありますけど、だいぶ他が値上がりしてる現状、まあまあの値段で買えるんで、バーでもそれなりの値段で飲めると思います。ぜひ味わってみてほしいなと僕は思う一本でございます。はい、ということで宅飲み場竹を毎日こんな感じでいろんなウイスキーやお酒で遊んでおります。ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフを楽しみましょう。はい、では今日の宅飲み場はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。